ジェニー・スレートはアメリカ合衆国の女優、声優、コメディエンヌである。1982年、マサチューセッツ州ミルトンに生まれる。父親のロン・スレートは同州を拠点に活動する詩人で作家だった。三人姉妹の真ん中として生まれ、ユダヤ系の家庭だった。その後、コロンビア大学へ進学して2004年に卒業。後にコメディの道を進み、同じく、 コメディアンとして活動していたゲイブリードマンとコンビを組んでコメディエンヌとしてのキャリアをスタート。様々なステージに立ってキャリアを構築しジミー・ファロンが司会を務める深夜のトークショーなどへ出演したほか2009年からは人気バラエティ番組サタデー・ナイト・ライブへレギュラーキャストとして1年間出演しコメディエンヌとしての不動の地位を確立した。徐々に 女優や声優としての活動も広げており、近年ではザック・エフロン、ダニー・デビートが声を務めた、ロラックス、おじさんの秘密の種や、ディズニーが制作の長編アニメ、ズートピアなどの話題作へも出演している。2012年から2016年まで映画作家の、ディーン・フライシャー・キャンプと結婚していた。2016年4月から2018年3月まで、 俳優のクリス・エヴァンスと交際していた。ありがとうございます。